This video may contain a spoiler. Be sure to not watch this video if you want to avoid spoiler. にかなう働きをしよう。よっ。関係が変わったみたいだ。お前たち、暗くなる前に帰るんだぞ。いいな。関係が変わったみたいだ。輸送機を貸すよう守備隊に口添えしろと。馬鹿げている。話にならんな。そこをなんとか、少しの間でいいんです。それはモニカの指示なのか。いえ、あの人は関係ない。ジャンセン、珍しい取り合わせだな。長老殿、いいところに。彼らに言って聞かせてくれないか。元気があるのは結構だが、これ以上シティへ問題を持ち込むなと。みんなよく戦ってくれている。何も問題はないと認識しているが。問題ない？いつまたメビウスに襲撃されるともしれぬこの状況で。ギャレット、今我々がすべきは防備を固め、このシティを守ること。メビウスのことはウロボロスに任せておけばいい。元老院の決定を覆すと。助言したまでだよ。いたずらに戦力を浪費すべきではないとな。お言葉を返すようですが、私たちは。いいか、君たちはメビウスにこうする力を持ってはいない。その現実を受け入れろ。命を無駄にするんじゃない。なんだよ無駄って。みんなあんたらのために命がけで戦ってんだろ。それは命をかければ世界が変わるのか。単純なら。でも何もしなければ何も変わらない。これがさも正義だと歌い扇動し、将来有望な若者を死に向かわせる。大した技量だな。私たちの生き方を押し付けているつもりはない。どう生きるか選ぶのは彼らだ。では聞くが、お前自身は選べているのか。なりたい自分といいやつを。旦那が生きてたら今頃泣いて悲しんでるぞ。もう兄貴はいません。だから泣きも悲しみもしない。私を侮辱するのか。そう聞こえたなら謝罪します。ですが、個人を盾に議論をするのがドイル家のやり方ですか。ふん。一体何を揉めてたんだ。大したことじゃありません。大したことかどうかは私が判断する。それは長老命令ですか。ジャンセン、違うなら信じてください。俺もう子供じゃないです。オリーブ、次だ。ええ。モニカ。
飯でも食いに行かないか。今朝から何も食べていなくてな。付き合ってもらえると助かるのだが。ご飯ですもん、食べたいですもん。もうマナナ。わかった、道場食堂へ行こう。関係が変わったみたいだ。おかわり迷うですもん。落ち着けもん、食べてから決めるもん。好きなものを食べるといい。ごちそうしよう。こっちにも適当に持ってきてくれ。あいや。さて、何から話そうか。メビウスとの戦いに消極的な者がいるのは知っていたが、母も露骨に嫌味を言ってくる理由が気になる。あまり悪く言わないでやってくれ。ギャレットは家族を守りたいだけなんだ。家族を。彼にも私と同じように子供がいる。だから私みたいな親失格な女が許せないんだろう。どうしてそんなこと。子供を戦場にやるなど普通の親ならできないものさ。だが私は今の生き方を選んだ。シティの長を務めると決めた時、私の夫が死んだ。あの日に。夫？一緒に生きる約束をした特別な相手のことだ。その人を失ってなりたい自分になったの？ああ、メビウスどもとの戦いを終わらせ、この世界に生きる全ての者が望んだ生き方ができること、それが六氏族としての務めであり、私自身の願いでもある。お待ちどうさま、当店自慢の生き魚の剣パッツァだよ。ありがとう。ほぉ、うまそう。ずっと気になってたんだけどさ、母親と長老ってどっちかしか選べないもんなのか。要はコロニーの軍務長になるってことだろ。そうだな、軍務長としてここに暮らす全ての者に責任を持たなければならない。ゴンドーだけを特別扱いしないと決めた。それが長老になるということだ。そういうもんなのか。ボス、いい報告がありますよ。無許可で発進した輸送機を確認。搭乗者はジャンセンたちです。行き先は？こっちが聞きたいですよ。追跡装置も切られてますし、まあ鮮やかなお手並みで。だろうな、向こうにはオリーブがいる。アーモリーを出しますか。捜索範囲が広すぎる。もしかしてギャレットなら。あ、広場で輸送機の話をしてた。聞こえたな。まさかとは思いますが、ボス。ギャレットと話す。お前は根回しを頼む。人の口に戸は立てられぬって言いますよ。保守の奴らだって騒ぎ立て。そのよく回る口を使え、報酬は出す。やりましょう。このシティの平和のために。ああ、食いっぱぐれたな。しょうがないよ、今はジャンセンたちを。あれ、早食いは得意でな、軍人のサガだ。居住区へ向かうぞ。ギャレットは家にいるはずだ。関係が変わったみたいだ。
少し待ってくれ。社内や、ここに名前は残してやれないが、お前の思いも未来に連れていくからだ。だよっよっはっ、こっちだ。確かに輸送機を使いたいと打診は受けた。用途も聞かず一周したがな。そうか。お前がわざわざ訪ねてきたということは、あいつら何かやらかしたんだな。候補生たちが揃いも揃って命令違反を犯すとは、社内屋の二の舞じゃないか。むしろ社内屋のことがあったからジャンセンたちは行動に出たんじゃないか。何？いくら守りを固めても中から瓦解することもあると知ったんだ。このままでは先がない、そう考えたとしても不思議はない。あいつらの目的が何なのかいまいち分かってねえけどよ。シティを裏切るような奴らじゃない。それくらいあんただって分かるだろう。無謀な行動の用語としてはあまりにも稚拙だな、ギャレット。失敗させたくないんだよ。わざわざ傷つき苦労する必要はないんだ。どうしてそれがわからない。危機を未然に防ぐには私たちが経験から学んだ正しい選択を彼らに伝える必要がある。それが大人の義務なんだ。そうだろう、モニカ。気持ちはよくわかる。だがジャンセンたちが知りたいのは失敗しない選択ではなく、今後悔しない選択なんだ。詭弁だな。かもしれん。だが言いなりにさせてはダメなんだ。それではメビウスの統治と変わらない。なんだと？彼らに寄り添い、失敗したらどう立ち上がればいいかを伝える。それが少しばかり長生きをしている我々の役割なのではないか。長老であるお前から親らしい言葉が出てくるとは驚いたよ。親父の置き土産だよ。そうやって育ててくれたんだ。今にして思えばな。ゲルニカが。なるほどな。時間を取らせてすまなかった。いや、力になれず悪かったな。振り出しに戻ったか。モニカさん、話を聞くつもりはなかったんですが、任務中だったので。構わない、続けてくれ。輸送機の行き先に心当たりがあるんです。実はクライトがコルヌ島の話をしていて。コルヌ島だと？何かあるのか？ああ、14年前エーテル回収の任務に向かい、私の夫が命を落とした場所だ。それじゃ最下層に向かったのならただでは済まない。彼らの力量が確かだとしてもだ。急ぎましょう、コロヌ島へ。関係が変わったみたいだ。
こんなに貴重なものが手に入るとは。珍しい敵だね。褒めてくれよな。先の方か？聞こえた？ミオちゃん！あそこ！あいつら！援護しよう。急げば間に合う。ああ。珍しい敵だね。するお前たちと遊んでいる暇はない。そこをどけ。私が相手をしてやる。ありがとう。
やらせはしない。もう二度と。おぼろ、ダメ。これ以上は引きつけられない。私が相手をしてやる。おぼろかに。もう一暴れしてやる。まだまだいけるよ。ゲロバッコーするよ。たまには力はともあるくない。力が溢れてくる。まだまだこんなものじゃない。なんとこれに勝った気にならないわ。どうにか見えた。ドライブアロー。スイング。見せてやろう。ゆいかけるか。この一撃に全てを乗せる。いいぞ。ダフライエッジ。おぼろたちが撃って、そこはどこに行くか。俺たちの力を見せてやろう。いいぞ。エアパンチ。このまま攻撃を続ける。ノアに負けてられないね。見えた。攻撃を継続する。作戦通りだね、タイロ。見えた。ランドスライド。おぼろくくす。こうしてやろう。やってやろうぜ。バタフライを助かった。ドライド。びっくり。私が相手をしてやる。ありがとう。どうだ、ズレろ。あの人に。ここで決める。ぶん殴れ。この世界なら成功する。
粘るじゃないか。全力で済みませんでした。命令違反に輸送機の収奪、結果的にお前たち全員無事だったから良かったものの、なぜこんなことをしたんだ。シティのためです。旅客品を持ち帰れば戦力増強につながりますから。ウロボロスとして戦えなくてもできることはあります。モニカさん、俺たちもシティのためにもっと戦わせてください。それとも私たちはもうウロボロス候補生として見てもらえていないんですか。先ほどのお前たちは歴戦の兵士たちをしのぐ戦いぶりだった。だが我々が戦っているのは英雄ゲルニカ・バンダムでさえ命を落とすような奴らだ。お前たちが命を落とすことになれば同じように悲しむ者が出る。それだけは覚えていてほしい。オリーブ、今回の旅客任務報告書はいつ上がる？明日には。今日中に仕上げろ。物資は漏らさず積み込め。それと全員明日までに反省文を提出。ノルマは50枚だ。 50? 足りないか。お前たちの力は時期存分に借り受けることになる。今は備える時と心得。でもあなたは前線に出るでしょう。危険な任務だって勝手出る。背後くらい任せてください。必ず生きて帰ります。お前、兄貴が死んでモニカさんが長老になったあの日、俺も決めたんです。絶対あなたを一人にしない。兄貴みたいにはならないって。
ここでそれを証明したかった。どうしても。バカなことを。そんなことのために命を。あなたが好きなんです、うん、俺たちに生き残れと言うならあなたもそのつもりで生きてください。ジョンソン、俺のことを年の離れた弟くらいにしか思ってなかったんでしょうけど、誰よりもそばで見てきたつもりですから。告白したのか。告白？どういう？静かに。ジャンセン、そのすまないが、私は今は何も求めません。俺がただ伝えたかっただけなので。その代わり、この戦いが終わったら俺とゆっくり話す時間をもらえませんか。私は上官だぞ。もう上官じゃなくなります。メビウスは全滅してるので、うん、返事考えておいてください。うわ、やるじゃん。緊張した？うるさい。それじゃあ運ぼうか。穴の外までってなるときつそうだな。しゃあね、手伝ってやるよ。私もお宝探すもん。さっきのあんたの顔初めて見た。どんな表情をしていた？ターキンが黒豆レバー食らったような顔だろうな。長老として私がすべきは陣頭に立ち未来を勝ち取ること。その先を考えるのは次の世代の役割だと思っていた。じゃあさ、いい機会じゃん。あいつと話せば、戦いが終わった後のこれからをさ。母親とか長老とか私にはよくわかんないけど、未来の自分は自分で作り上げることができるだろ。手厳しいな。望んだ自分になりなよ、あんたもさ。この戦いが終わったらか。そうだな。関係が変わったみたいな。関係が変わったみたいだ。
記録しておかないとな。